アングラーの増加によりハイプレッシャーが当たり前になったバスフィールド。一匹の魚を手にするためにはバスを研究し、数々のテクニックを駆使しなければならない。だがトーナメントで勝つためにはそのテクニックを超えるビグマジックが必要なのである。小山隆、ビグの可能性をとことん追求し究極の域に仕上げる技の職人である。結果が全てを物語る JB プロトーナメントトレイル。どんな状況下でもバスを手にする彼のバスフィッシングは多くの攻略バリエーションに支えられている。その一つが定評のあるスプリットショットリグ。リーダーの長さやワームの特性を生かしたテクニック、その中から生み出されたエアーテールワームによって技のバリエーションは劇的に増大するのである。だが彼の究極はスプリットショットリグだけにとどまらない。ベーシックリグの一つであるテキサスリグ、一般には杭などの縦ストラクチャー攻略、ボトムバンプ、スイミングなどの使い方が知られている。そのベーシックな使い方の中に小山隆は独自の技を込める。バスの活性を見抜いたキャスト、ポール、そしてアクション。一つのキャストの中に計り知れない意味を持つ彼のテキサスリグ。さらに彼の開発したエアーテールパドルはその技に幅広い奥行きを加えるのだ。一つのリグにこだわり究極にまで極める男、小山隆。刻々と変化するバスの感性と働い、バスを魅了するテクニックで応える。その一つが技の職人の持つテキサスリグマジックなのである。皆さんこんにちは。今回ステップアップシリーズ第9弾、小山隆プロに出演していただきました。どうもこんにちは。こんにちは。小山プロといえば以前ステップアップシリーズでスプリットショットの取材をねさせていただいたんですけれども、今回はテキサスリグをねもう奥深く、はい、やっていただきました。木部言われてるところのすぐ脇にあるマリーナみたいなところなんですけど、ちょうど向こう側のこうボート船をつけるようなところ、あそこがこう浚渫してえぐれてるんですよ。それでちょうど身を筋みたいに一本入ってて、それの手前側が水深が浅いんですね。今ボートの下で約1メーターちょっと、ここからブレークになってストンと落ちてて、ちょうど今ぐらいになってくるとね、魚がそろそろスポーニング意識してこういう最初のシャローからの最初の落ちるところ、それに絡んでだんだんそういうところに寄ってきてますんで、うまくすればこのブレークで魚取れるかもしれないし、これで風がなくて、ちょっと天気が安定するとね、ああいう足とかこのブレークの上にあるなんか運用が少しでも残っているようなところに魚がこう入り出すので、とりあえず、まずこっちの浅い方からねちょっと期待して、シャローの方からとりあえず打っていってみたいと思います。でこれで取れなければブレークに絡んだ釣りを少しして、あとはもう少し今度魚がね冬に近いなっていうことになればもう少し下まで釣らなきゃいけないかもしれないですけど、そっちやるとねちょっと時間が非常にかかっちゃうんで、とりあえずは足の前そういうところで少しでもね春意識してるような魚がいればそっちを狙ってみたいと思います。水温の方もですね、さっき本港の方船で走ってる時見てるのがだいたい 6.3 ぐらいでしたよ。こんなが入ってくると 7.3 ありますんでね、約1度こっちのが水温が高いですね。よし、足をですねうまくこう攻めるコツっていうのはね、進化の重さの選択なんですけど、まず足に適当にこう絡ませて足と喧嘩しない重さ、その辺までこう軽い、できるだけ軽いものっていうふうに考えた方がいいのかもしれないですけどね。これでもう少し魚がボトムにぴったりついてきて、しっかり落としていく。それでこのくらいの密度であれば
もっともっと今現在使っているのがこれが16分の3なんですけど、もっともっと小さいものまで使えますね。8分の1オンスとかそのくらいのものを使って、これ足の間ですね、小さく一つ一つ落として、足を越えた瞬間にまたそのまま落としていく。で、魚に対するアクションとかなんかですね、こうシェイクだとかなんか細かいことはあまりしなくてもいいですからね。ただ持ち上げて何かを越えたらすぐ落とす。そのことによって、一箇所落ちて、そこから例えばその手前のものを乗り越えて落とすということで、10センチとか20センチ間隔でこう静かにホールさせていくし、着水音がさせない、それで落とせますんでね。一発目だけは一生懸命気をつけてもある程度はしますけど、そのから先は持ち上げて外したら落とす。これですね、こういう、これで足の間を一つ一つをこう狙っていく。何かをこう、例えば高いものだと超えたら落としていってあげる。この蜜が濃くなると当然、落ちづらくなりますんで、テグを打って落としていくっていうこともいいですね。あとこういう密度の濃いやつの前にある、要するにこういう枯れた根ですね、こういうのがかなり広がってるエリアがあるんですけど、そういうところなんかだと逆にスピニングリールを使って、細かい釣りをやっていくってこともあります。ベイトなんかですと、どうしても狙えないような細かいところですとか、あとは、ベイトで扱いづらいような16分の1オンスとか、そういう軽い8分の1、16分の1ですね、そういう軽いリグを使って、小さいワームを使ってこういう足の中をこう攻めていっちゃうという釣りなんですけど、これはどうしてもリグが重いとこう足をこう乗り越えさせるときにどうしても絡みがきつくなってくるんで、絡みやすい、エリアであれば、で今みたいにポンって引っかかっちゃうんですけど、こういうところを例えばですね、スピニングでやっちゃうという方法もあるんですよ。よし、これはですね、同じ、全く同じ、リグなんですけど、ワームを使ってるんですが、シンカーだけは軽くなってて、これで8分の1オンスのシンカー使ってますね。でただしナイロン、普通のスピニングで使うようなタックルですと、こういうヘビーカバーの中ででかい魚をかけた時取れませんので、ラインは P ライン、この場合 P ラインの2号を使ってるんですけど、これにフロロのリーダーをつけちゃいます。それで、こういう足を同じように攻めていっちゃいます。そうすると例えば入れた場合、新感が軽くなってる分ですね、足と喧嘩することが非常に少なくなるんで、もう細かいところ少しずつこうやって落としていきますね。で引っかかってもちょんちょんとやれば新感が軽いんで外れてくれますし、そのリングがこう落としていける最低の新感を使うことができるんですね。この場合はもう本当にペグ打っとかないと、このリグの意味がないですから、こういうタックル組んでるとね、かなりでかい魚が来ても、こういう足の中からそのまま引っ張り出せます。これ今やってるのがちょうどブレーク、1メーターちょっとから2メーター50ぐらい直してるブレークなんですけど、普段ですとね、深い方にポジションを取って上からこう落としていく釣り、その方が効率がいいのと、活性が高いとね、それでもうバンバン食ってきちゃうんで、それをやっちゃうんですけど、今の時期なんかだと魚がタイトにそういうところについてて非常に動き悪いですから、逆に浅い方にポジションを取って深い方に投げて、そこからボトムをタイトにこうね、こう斜面を下からこう上に上げてきますんで、リングは必ずボトムをきっちり張ってきてくれますんでね、そういう釣りを今やってます。こういう釣りをやるときはほとんどズル引きが基本になりますよね。で魚が活性高ければこう物に引っ掛けたやつをね、ポンっていう、こうリフト&ホール、パンと浮かせてワームをこう立たせるというね、アクションをよく入れるんですけど、今使ってるのこれエアテールのパドルなんで、止めとくだけでこうテールが勝手に立ってくれるんで、あとはただこう
立ってるものがですね、ずるっと引くことによってずるっとこう寝るんですけど、寝ても止めてポーズ取ってる時にこう勝手に自分でこうやって立ってきてくれるんで、あんまりそういう細かいリフトアンドホールとかかけないのでね、ただこうずるっと引いて止めてるだけ、それだけで魚がいればもうバイトしてきちゃいます。で結構プレッシャーかかってる魚とかですね、あとスローな魚って、ね、立ってるワームがこうシェイクなんかしてこう寝ちゃった場合、次にこう立てようとしてこうリフトハンドホールさせると、その動きをこう見ていてね、パッとリフトした瞬間にパッとこう嫌っちゃうのが結構あるんですけど、でボトムをこうずるっと引いてこう止めて待ってるだけで、もう一回ふわーっとテールがこう立ってくれればもうそれだけで食ってきくれるんでね、逆にこうプレッシャーかかった魚相手にするときにはすごいいいなと思ってますけど、でこいつにするともううまいも下手もないんですよね。ただずるっと引いてこう止めて待ってればそれだけで勝手にワームの方が動いて魚誘ってくれるわけですから、あとはポイントにさえうまくワームを入れてあげればそれで OK で、結構バイトのチャンスってよく落ちた瞬間に食ってくるとかっていうのがテキサスリグの場合あるっていうのをみんな感じてると思うんですけど、それの大きな原因はやっぱりね、ストンと落ちてその最初に落ちた時の、一番近くにポンと落ちてきた瞬間にパンとリアクションして食っちゃう、それの時にもうポンと落ちて、ね、ワームがふわーって漂うような動き、それが一つある。次にラインを張ることによってワームと新管がプンとくっつくことによってもう一回リアクションさせるとかっていう、その落ちた瞬間をうまく使うとですね、2回も3回もバイトをさせるチャンスをね、ワームに与えることができるんで、それをただプンと投げて下についたらすぐラインを張って当たりを聞くとかっていうと、そのチャンスをね、2つなり、3つなりっていうチャンスをこうなくしちゃいますんで、うまくその辺も使い分けていただけると、テキサスリグも、当たりの回数を、ね、増やせると思うんですけどね。だからペグを打つ打たないっていうね、せっかくその辺の差があるんですから、その打たないメリット打つメリットっていうものをよく考えてリグを使い分けると、非常に効率が良くなるし、自分の釣りの、ね、幅広げられると思うんで、すごいとこ入ってくな、入らないで、よいしょ、ナイスナイス、やっと食った、こら、やっと食った、ヨレヨレになりそうだね、はあ、パドルの、16分の3オンスのテキサスリグですね、45ぐらいあるのかな。で今の時期クレはこういうサイズが来るんだけど、なかなかバイトが少なくて、本日最初のファストバイト、上顎のいいとこがっちりかかってます。小山プロ、はい、やはり魚が釣れていたのは浅いところなんですね。そうですね、まず最初にこうスポニングエリアになるような、はい、まず足を攻めて、はい、次にそこに上がってくる前の魚が待機しているショルダーですね、ブレードに関するショルダーと、それを落ちたところ、はい、そこをまず攻めて、その次に今度その掘られてるエリアですね、それの壁際をずっとこう攻めてみたんですけど、はい、残念ながら最初に攻めたところで魚をキャッチできなかったので、次に選んだのがこのマリーナに行って、マリーナ自体っていうのはもうシャローにありますけど、そのマリーナの中って結構浚渫してあるところが多いので、はい、まあ、シャローにある浚渫エリアって考えちゃっていいと思うんですよ、はい、でしかもシャローの本当に
浅いところから深いところまでがすぐ隣接しているということでですね、魚を見つけるためには非常にいいところだと思います。でそういうところをする場合ですね、はい、今回の場合は深い方からこう順々にこう追っていって釣って結局最後魚が出てきたのは水深1メートルぐらいのところに立っているエッジコーの際から出てきましたね。どんな感じであれが釣られてたんですか？そうですね、まあ、使ってるリグを非常に軽くして、はい、でヘビーカバーにこうコンタクトさせるんですけど、そのコンタクトをなるべく優しく柔らかくコンタクトさせて噛まれないようにですね、はい、であの辺のエリアの下が結構ゴロ大使がこう石畳みたいな感じで入ってますんで、はい、ちょっと重いものでやるとね簡単に寝かかりちゃうんですが、ね、はい、それを避けるために、リグを軽いのを選んでね、うん、やってました。でウエイトの使い分けが大切になってきますね。そうですね、テキサスリグの場合はもう一番重要になってくると思いますね、はい、例えば足を攻める場合、重いリグですと足を引っかかってね、足を引きずっちゃうんですよね、はい、ところが軽いリグであればどんな、ちっちゃな足であってもそれを簡単につるんとこう乗り越えてきてくれますので、はい、できるだけ軽いもので、そこに落とせるだけの重さがあればいいという感覚で、軽いものを選んでやってます。あ、そうなんです。普通で言うとね、足っていうイメージ僕からして、はい、太い竿、はい、太いライン、はい、1オンスぐらいのシンカーでウェッピングでやるのが普通ということを思ってるんですけれども、そうですね、僕なんかもそういう釣りはかなりやるのはやるんですけど、はい、ただその足の中にライトリグを落とした時の、はい、強さっていうのを僕は知ってますんで、はい、なるべく小さい3インチとか4インチとかね、小さいのを、うまく入れていくと、はい、魚が非常に簡単に口を使ってくれますんで、そういう釣りをするためにわざわざ考え出したんですけど、小山プロ、はい、ビデオの中で当たりを取るときに、はい、ラインを張らないで当たりを取っていますが、それはどういうことなんですか？はい、そうですね、僕の場合はもうフリーホールをさせた後、はい、ラインをこう張らないで取るっていうのがね、はい、非常に好きなんですけど、うん、実際にこうテキサスリグをですねフリーホールさせるとですね、はい、ワームとですねシンカーがこう離れるんですよ、はい、よく皆さんテキサスリグって着底ショックに当たりが出るっていうのは非常に多く感じられると思うんですけど、はい、それをですねもっと2倍にも3倍にも当たりを取るために着底した後のワームのふわーっていうような漂うような動き、はい、次にラインを張ってそのシンカーとですねワームをつける時のまたふわふわっていうような微妙な動き、うん、それをうまく出してあげて、そこで2回も3回もバイトのチャンスを増やしたいなと思って、うん、そういう当たりの取り方をしてるんですけど、はい、まあ、実際にね、はい、水中映像もありますんでね、はい、見ていただきましょう。これは4分の1オンスのシンカーを使ったテキサスリグなんですが、アクションとしてはストップアンドゴーというアクションになります。ただしこういうウィードエリアで使った場合はですね、ウィードに引っかかってそれからポンと外れた感じのアクションになりますので、ハングアップオフというアクションに近くなると思います。こちらの方はですね同じストップアンドゴーというアクションなんですが、何も障害物もない砂地でやっています。こういうところでやるとリグはボトムをですねズルズルと張っていって止まりますので、テールの微妙な動きとかねそういうものが見ていただけると思います。これはボトムパンプというアクションなんですが、動きをはっきり見せるためにシンカーにペグを打ってあります。ペグを打ってあるためにですねポンと持ち上がった後に落ちる時もワームとシンカーが離れませんので同じ勢いで落ちています。これはある程度活性の高い魚を狙うときにですね使うアクションですね。これはリフト&カーブホールというアクションなんですが、リフトさせるときは同じロッドワークでポンと上げるんですが、その後、そのロッドの位置をキープしたままですね、あとはカーブホールさせていきます。こうすることによってワームの移動する距離が長くなりますので、活性が高くて、ワームを長い距離追ってくるような魚を釣るのには非常に良くなります。これはリフト&フリーホールというアクションです。これはリフトさせるのは先ほどのリフト&カーブホールと全く同じなんですが、持ち上げたワームをですねそのまま今度はラインを緩めてあげてまっすぐに落としている、この場合ですと先ほどのものよりも移動する距離が非常に短くなるのである程度活性が下がって長い距離を追わない魚を狙うときには非常にいいと思います。このリグはですね、シンカーにペグを打ってない状態のテキサスリグです。こうすることによってですね、アクションさせた後にです、シンカーとワームが離れた状態になります。そうすると
あのアクションさせた後にポーズを取ってる時にですね、ワームが微妙な動きをしてくれますので、非常にバイトのチャンスが増えます。で次にラインを軽く張ってあげることによってワームが深海のところにスッと寄るような動きが、出せますので、たぶった魚を相手にすることが非常にいい方法です。まあ、例えばさっきのような護岸のようなね、奥のないところは本当にもうタイトにきっちり狙ってキャストしていかなきゃいけないんですけど、こういう杭の場合はですね、結構向こうに奥に投げても全然問題ないですから、先に投げて引いてですね、杭に絡めてそこから落としていく。そうすることによって竿を立ってますんで、そこから竿を寝かせるだけでかなりの糸を送ってあげられますんでね、まずキャストは杭の先で、向こうに投げることによって今度逆に竿を立てながら、リグを杭の脇までタイトに引いてきて、そこからホールさせてあげる。こういう給水塔なんかはですね、やっぱり琵琶湖の場合一年中魚をこうストックしていることが非常に多いんですけど、特に水深の深いところに立っている、給水塔、特に北なんかにあるやつなんかはもう一年中魚がついてるって感じですね。ほんで今の時期なんかだと、スポーニングに出てくる魚が、水深の約 2,3 メーターぐらいにあるところ、でしかもここなんかは一応ワンドになってるところの一応中に入ってるところなんですけど、こういうところに魚が寄ってくることになりますね。で周りこの辺は一応いいウイードもそこそこ生えてますし、こういう給水塔を作るときに、下をこういじくってありますんで、それのなんか石とかね、岩とかそういう硬いものが周りについてたり、どっかがえぐれてたりとか反復がついてたりということで、結構こういう給水塔ってのは周りにボトムの変化が多い、あるところが多いです。ですからこういうものをですね、ただ取水とポンと、狙うだけじゃなくてね、これの周り、もうできれば一回ね、釣った後自分でもう一回チェックして、あこの辺にこういうものがあるとかっていうのが分かれば、次にそこを次の時にはそこを狙えるわけですから。今まあ僕使ってるリグがこれ、16分の3なんですが、このくらいのリグじゃないとですね、このテトラの上をこう舐められない。実際今の魚の状況だと、テトラの間に潜り込んでるっていうよりもテトラの上、なるべく上の方に上の方にっていう感じでついてる魚の方が多いもんですから、できれば上を軽く、しかもゆっくりと舐めていきたいっていうのが、狙いなんですよね。北山田の真珠棚の、まあ、跡なんですけど、今こう向かっての右側の一番角ぐらいのところに結構下にこう硬い、多分コンクリートなんかで出てきた、もうなんか魚礁っぽいようなものがね入ってるんですね。でこれの下にもいろんなものとか、多分真珠棚の跡残骸なんだと思うんですけど、それとかあと竹の腐ったものがいっぱいこう沈んでるんで、結構魚が溜まってる時には数が多いんですけどね。水深が 2.2 メーター。もうこういう崩れちゃってるようなエリアはもうどっちかっていうと一発一発のこういう杭を狙っていくっていうよりもですね、もうとにかく投げちゃって、引いてきて何かに当たったところで止める、誘う、リアクションさせるっていうね、そういう釣り方してた方が効率がいいんで。もう結構遠慮しないでガンガンと投げていっちゃいました。これでね、水温、多分魚のストック量としてはね結構あると思うんですよ。それなりの数はついてると思うんですけど、もう昨日今日でだいぶ冷えてたみたいで、これがねちょっと風が止んで 2,3 日暖かい日がパッと続くと、多分スピナーウェイトだとかね、ミノーとかそういうもんで結構速い動きしてるもんでね、食ってくれちゃうと思うんですけど、もうそれで口使わない時はね、こういう魚がボトムだなと思うような時はもうテキサスリグでズルズルやって、なんか障害物をこう乗り越える、そんな時にそこについてる魚に、ね、アピールして
その場で食わせてしまうっていう釣りやるためにはね、こういうリグじゃないとなかなかできないんでね、こういうところを攻めるのにはやはりテキサスリグが一番有効かな。よっしゃー、ナイスナイスナイス。これもやっているパドルの黒ですね、16分の3。結構お尻の穴がもうそろそろ色づいてきてるんで、スポーニングもうそろそろ意識して出て、それでこういうこの辺まで出てきてるんですね。よいしょ。琵琶湖のテキサスリグの釣り方を見せていただいたんですけれども、はいはい、かなりシビアな釣りになったようですね。そうですね、もうなかなか口を使ってくれないし、しかも使ってもなかなか一瞬でポンって離しちゃうので、ね、釣りなのでかなり苦戦しましたけどね。まあコムプロの考え方、釣り方がよく分かったんですけども、はい、僕自身ね、もっと秘密、小山プロの秘密を知りたいんですけれども、はい、例えばね、あの当たりの取り方などが知りたいんです、はい、その辺に関してはですね、はい、北浦の方で当たりの取り方、はい、当たりの出し方で、ね、合わせ方、そういうところをね、撮ったビデオがありますんで、はい、見ていただきたいと思います、はい。ここはですね、山田ワンドっていうかなり上流部にあるワンドなんですけど、この大体このワンドにかなりあの隠れ尾だっていうか、そういうものがかなり数多く点在してるんで、そのうちの一つです、ただ水深が今日もう11月も半ばになってくるとかなり下がってきてるんで、魚がですね、どの辺の水深についてるかちょっとわからないんで、いろいろな深さの、オーダーをですね、いくつか回ってみて、その魚のついてる層を把握して、あとはそのところを徹底的にやっていきたいと思います、今魚探に映ってますけど、これが小田の影ですね、結構ベイトフィッシュはあんまりいないけど、ちょっと大きい魚がポチラポチラついてそうなんで、こうやってみたいと思います、今ちょうど船をですね、小田の上を一回こう通しちゃってるんですけど、大体4メーターぐらい水深があれば、小田の上を通ってもそれほど問題はないかなって言うんですけど、まあでかい魚を、釣ろうっていう気になった時にはね、なかなか小田の上を一回エレキで通っちゃうっていうのはあんまり良くはないんですけど、まあそれほど活性も高い時期じゃないんで、あんまり浮いてないと思うんでね、これでこのまんまやってみたいと思います。使用するリグはですね、テキサスリグ、深海中4分の1オンスで使ってるのは、エアテールパドルです。水の色がねすごい悪くて、先週ターンオーバーしちゃったみたいで水の色すごい悪いんで、シルエットはっきりさせてみた見せたいっていうことで、今回は黒を使ってます。ストラクチャーをズル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 こう普通に引いて、何かに当たったらちょっと止めてますっていう感じの釣りをやってみます。これで釣れなければ魚が少し浮いてるっていうことになりますからね。今食ったホールしていく途中でラインにねピンって当たりが出たからね、多分食ったと思うんだけど、あれダメだ、あ合わせないとダメだ、ね、離しちゃうね今日のは。ホールしていく途中でラインをこう少しテンションかけて、竿先から水までをね一直線にしないでこう緩くしといて沈めていくんですよ、竿をこう送りながら。そうするとラインがピンって跳ねるんですけど、そうすると大抵途中で落ちる寸前とか落ちた直後とかね、そういう感じで食ってるんで、普通はそれでテンションをかけてなければそのままなかなか離さないんですけど、やっぱり今の時期になると離しちゃうね。もうそういうあたりがあった瞬間にもう即合わせしていかないと多分今日は乗らないかもしれない。
なんだろう、ちゃんとカツンと当たってるんだけど通らない。ここで釣るぞ。よし釣ったから。よいしょ。やった乗せられた。すごい渋い。600ぐらいの魚かな。もう少しいい魚欲しいね。本当に当たりとしてはすごい小さい当たりで、もうコツンって手に感じた時は多分離すあたりですね。だからその以前の本当に吸い込んだ時のあたり、それを取ってテンションかけていかないと取れないみたいですね。小山プロ、はい、最初の1匹目を取るまではかなり苦労されましたね、はい、そうですね、いつもの北浦ですと、はい、ラインを張ったあたりを待っていてコッというあたりを感じてからですね、はい、一瞬待ってから合わせる方がですね、はい、がっちりフッキングすることが多いんですけど、はい、この時はもうポンポンすっこ抜けちゃいますんで、はい、合わせるタイミングをどん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 早くしていったんですね、それでようやっと4匹目にやっとフッキングできたっていうような状況だったんですけど、はい、この後ですね、ちょっと当たりの出し方とか取り方にちょっと一工夫入れましたんで、はい、この後ちょっと楽しみに見ていただきたいと思います、はい。あれ離しちゃう。すげえ小さいバイト、バンって吸った瞬間の当たりは取れたんだけど、あれで遅いとなるととんでもない合わせしないとダメかもしれない。本当にスーパーショートバイトだよこれ。神経戦だねこれ。なんとね、おナイスキーパー、ナイスキーパー。よいしょ。これはさっきのよりひどかった。いいけどこの方サイズの魚が本当にもうカッって一瞬だけしか口つかないって感じですね。だからもうカンって言われてよし合わせるぞっつってブッて合わせるともう絶対いないですね。もうカンって感じた瞬間にもう竿が出てないともうダメですね。この当たりの取り方が分かったから次からはもうちゃんともう当たった瞬間にもう竿を出してますよ。キャストしたやつをですねこうペタッと置いちゃうと完全にフリーなんですけど、これを少しこういう感じぐらいでラインを少し持ち上げてあげながらこうやって落としていくんですね。そうすると途中でどこで食われるか分かるし、あと一回ボトムからプンと浮かしてフッと落とす時もですね、いきなりポンと持ち上げてパッっていうこういう感じで落とすんではなくて、ポンとやったやつに少しこうやってテンションをかけ気味で落とすんですね。少し自分のロッドから水面までのラインを少しこう弓のように R にしといてこうやって
そっちと途中でポンって上げて、ただポンってやって張ったまんまだともうほとんどカーブホールとかゆっくりになっちゃうんで、ワームの自然なホールが出てこないんで、そのワームの自然なホールは出しながら、なるべくテンションかけないようにっていう感じで、こういう感じで見ていくと途中でホールの途中で当たるやつがですね分かるんですね。今日はなかなかこのホールではなかなか食ってくれないんですけど、一回リフトしたやつを少しテンションをかけながらっていう感じぐらいで落としていきます。もういつもこれだけっていうんではなくて、少しこうカーブホール気味にしたり、ストンと落とすの方を意識したりとかね、いろいろやりますけど、常にロッドと水面に入ってる間のラインを、完全にただ水面にペターッと置いて、全然当たりが取れないような状況にしないで、こういう状況からですね少しずつこうやって送っていく。特に杭だとかなんかでサスペンドしてる魚を釣るときにはね、こういうホールのさせ方を覚えるとかなり上の方で食われてもそれを取ることができるんで、こういうテクニックは身につけといた方が後々自分のためには非常に役に立つと思いますけど、多分あそこに竹がずらずらずらって並んでるんですけど、あれの深さだと多分魚ちょい浮きだと思うんですよ。で、あそこはちょっとリグを今度軽くして8分の1オースぐらいにして、フォーリングメインで釣ってみたいと思います。ナイス。よし、よし、これはキロアップあるでしょ。今のは中層ですね。下ボトムまでつけて少し浮かしてこうやってたら、そのままほとんど当たりなしでラインがずっと重くなってきたっていうだけですね。カンっていうのは残念ながら感じられなかった。後ろからそのままついてきて、ベイトをそのままパクって食いついてきちゃった感じですね。今の時期にしてはすごい太ってます。ボトムから少し浮いているみたいで、ボトムまで落としちゃうと待ってても当たらないですね。今使ってたのは中層で釣るんで、さっきまでは小田とかなんかボトムをかなりぴったり近いとこ釣ってたんで、シルエットすごくはっきり出したくて黒を使ってたんですけど、中層釣るということで、先ほどアボカドグリーンというか抹茶ですね、抹茶ペッパー使って、今度はスモークのペッパー、ソルト&ペッパーってやつですね、これのこういう色に変えて、中層ですとねベイト自体がすごい目立つんで、少しぐらい地味な色の方が魚が抵抗なく口使ってくれると思うんで、ちょっと地味めにしときましたけど、今やってる釣り方はですね、まずポイントの先にリグを1回投げ入れ、ボトムを取ります。そこからリグを浮かせて、リフト&カーブホールというやり方なんですが、先ほどのテープの中でもご紹介しました釣り方なんですけど、今回使っているのは8分の1オンスという軽いシンカーを使ってますので、カーブホールをする時のスピードを非常に遅くすることができるので、杭などに態度にですねついて、しかもサスペンドしているという魚を狙うのには非常に有効な方法です。合わせます。よし、
よいしょ。今の見えました、ラインのあたり。今のは完全にラインにもパンって当たりが出ましたね。ラインを張っといてロッドにまで感じちゃうと、もう一瞬でいなくなっちゃうって感じなんですね。だからもうラインに当たった時点でもうピシッと合わせちゃうっていう感じで、ポンと持ち上げてフッて一瞬緩めた瞬間当たりましたね。実際に魚は多分30センチとか50センチ浮いてるかもしれない。もう本当皮一枚すごい泡腹筋ですけどね。こいつはホールの途中で本当ボトムつく寸前ぐらいで当たりました、ね、よし。お、そこそこナイスナイスです。よし。お、これラインスラックで取るあたりはね、何もホールだけではなくないし、ボトムからパンプさせて落とす、そういう時にだけじゃなくて、ボトムをこうズルズル引くような時ですね。こういう時でもラインを張ってこうやって当たりを待ってるとですね、バイトあった瞬間に確かに手では感じられるんですけど、それでは離したような状況の時、ゴツンって言うともうその時点で魚がパッと離すような時には、逆にラインをズルズルっと引いた後一瞬止める時にラインを少し水面までのラインを緩めてあげて、その緩めたラインの R だけをこう見てるんですね。そうすると魚がパッて食った時にその R になってるラインがパンって上に跳ね上がるようなあたりしますから、そしたらそれを目で見て、それがパンって浮いた瞬間にですね、合わせを入れていくわけです。そうすると魚の方は、ロッドに対するゴツンっていうのは感じないで、食ってますんで、離されるケースがね、非常に減りますんで。あと今テキサスリグ使ってるんですけど、テキサスリグもペグ打つのとペグ打たないやり方があるんですけど、ペグ打たない方の方がですね、ボトムで例えばボトムパンプポンってやった場合、新管の方が重いんです。重いんでパンっつって惰性でかなりワームとの距離を空けてくれるんですよ。でそれでポンと落ちると、ワームとシンカーの間の距離がパンと空いてますんで、それをすぐラインをポンと張ってあげると、せっかく空いたワームとシンカーの距離がまたポンと詰まっちゃうだけなんで、自然な動きが、ね、出せないんで、できたらポンとパンプした後ラインをスラックで当たりを取るような風にすると、せっかくシンカーとワームの距離が、ね、離れたメリットが出てきますんで。このずるっと引いてフッて一瞬緩めた瞬間に食ってくるね。よし、ナイスナイスナイス。多分よいしょ、張りっぱなしだと食わないのかもしれない。よし、よし、バイバイ。もう一回、あおい、やっぱ魚がいるところには固まってる感じだね。
で、なんかこの方田で釣れた魚はみんな色が白っぽくて綺麗に傷もほとんどないし、だからこれ多分回ってる魚だと思うね、どっかをね。それが一時的に多分この子についてるだけだと思うんだけど、もうさっきもあれ安田みたいにこうポンって投げるボトムついてね、小田に多分タイトについてるんで、ずる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 引く釣りなんですけど、それでもずるっと引いて一瞬テンションをちょっと緩めて、使ってるのがエアテールなんで、テンションかけないとね、ふわっと自分でこう勝手にテールを浮き上がらせたり、こちらで止めた後も自分でワーム自体が動いててくれるんで、そういう動きで食ってるのかもしれないですね。もう魚がねある程度浮いてて、ホーリングで食ってくるような時にはもう本当にこのラインで取るというあたりが取れるようになると、面白いように、当たりの数をね増やすことができて、まあ実際には当たりはいっぱい当たってるんでしょうけど、それのうちの実際に手に感じられるのが半分ぐらいとかね、感じられない当たりがそれの2割も3割も多かったり、下手すると感じられない当たりの方がはるかに多いっていう時あるんで、こういう当たりの取り方を覚えるとね、今まで自分で1日やって20回とか30回しか当たらなかったものが、それが、それの当たりを倍ぐらい、自分で取ることができるようになると思うんで。小山プロ、はい、ラインの当たりって言われてましたけれども、はい、僕には全然分かんなかったんですけれども、はい、本当にあれラインに当たりが出てたんですか？そうですね、僕の方はもうラインに出るっていう当たりをですね、はい、それを目で確認しながらピシッって感じで、もういつ出るかいつ出るかっていう感じで、ね、もう神経張り詰めて当たりを取ってましたからねただ当たりのね出方なんですけど、はい、ちょっと村地君こちら持っていただけますか、はい、これをですね、まあ太いラインとして仮定してですね、はい、ここにペタって置かないで、はい、少しこう張り気味です、はい、やるんですよ、はい、でここに R をうまく水面までの間に R を作ってあげると、はい、バスが来るとちょっとこの跳ね上がりが出る、この跳ね上がりを見て、ここの当たりで取られたんですか？そうです。ラインの当たりってこちら水面とのラインの接点で取ってるわけじゃないんですか？じゃないです。こちらでやってるとね、波がちょっと出たりとか、あとラインの比重の沈み込みとかで、ね、ちょっと紛らわしいので、はい、ここを見てるとバスがバイトした瞬間の本当数センチツッと動くだけでも完全にこれ浮きますんでね、ここを見て合わせるんですね。でも横から見てたらあんまりこうよくわかんないんですけど。そうですね、でも例えば釣り人の目でね、まっすぐな辺をして、ね、それをこれでちょっとやるとほんの少しでもきっちり目で確認することができるんですよ。はい、はいはいはい、よくわかります、はい、なんか当たりの取り方はね非常に、まあ、難しいんですけど、でもこういうふうに目でしっかり確認してやればね、はい、もう誰でもピシッっていう合わせができますね。他に小山プロはラインの当たりの取り方で工夫はされているところはあるんですか？そうですね、当然普段はもうフロロの透明な糸を使ってるんですけど、はい、こういう釣り方をするときはもう目でラインを見なきゃいけないので、はい、あえて、色のついてるラインを使ってこうしっかりピッて動きが見えるようにということで、ただラインの先端、はい、魚に対するプレッシャーかけないように先端だけはフロロ使ってますけど、途中はもう目で一番確認しやすいようにっていうことね、色を工夫、色付きのライン使ってその辺も工夫してますけどね。そうなんですか。でも、ね、テキサスリーグっていうのは誰でも知ってるオーソドックスなリーグなんですけれども、はい、こんないろんな使い方があるっていうことがね、大変僕勉強になりました。そうですね、もうテキサスリーグはもうすごく形は単純なんですけど、はい、いろんなタイプのアームとこう組み合わせるっていう使い方もすごく、はい、増えますし、はい、非常に奥深いリーグなんで、はい、村塾の人で勉強して使いこなしていただきたいと思います、はい、このビデオを何回もじっくりと、はい、見ます。